北九州市の浸水想定区域にある小学校で校内避難訓練が行われました。八幡西区の小屋の瀬小学校では洪水時に校舎内の安全なところに避難する、いわゆる垂直避難の訓練が行われました。全校児童を2つのグループに分けて時間差で3階の教室や廊下に避難しました。小屋の瀬小学校は毎年6月からの出水期に氾濫の恐れがある恩賀川の近くにあり、市の浸水想定区域にも指定されています。垂直避難は避難所など屋外に移動することがかえって危険な場合に建物内の高いところに避難する方法で、今日はその手順などが確認されました。今日学んだことを生かして早めに行動して家族を守っていけたらなと思います。学校では今週を独自に防災週間に設定し、このほか膝下浸水を想定して危険な場所を確認する一斉下校などに取り組む予定です。